負担のない介護術のプロをお呼びしますので、はいはい、ちなみに体重など85キロぐらいですか。さあそれでは魔術師のような方がこれから登場いたしますので、え、本日の達人でございます。全国の介護施設などで負担の少ない介護術を教えていらっしゃいます介護アドバイザーの青山幸宏さんです。お願いします。ご注目いただきましょう。高橋さんをこれから車椅子に運ぼうとしております。スルリと今起き上がりましたですね。あらま、あら、あら、どうして魔術のよう。なんだろう、私何の力も入れてないんです。どこも痛くも痒くもないです。どうなってたんだろう。私今よく動きが分からなかったんですけど、魔術のようにちょいと乗りましたよね、はい、うちの母も80キロ近くあったんですよ。でも全く力が入らなくて、でもやっぱり打つ時に肩と腰痛めちゃって、なんで、うん、重そうな素振りが全くなかったんですけど、ね、そうですね、軽かったです。あ、あ、そうですか。これポイントを押さえていけば、はい、ひょっとするとここに関取が寝ていても、はい、可能です。なんだろう。後ほど技の数々を見せていただきますので、はい、どうもありがとうございました。ご覧いただきましょう。いいですか。じゃあこっちの方に、私の方にちょっと寄っていただけますか。私の方にちょっと寄っていただけますか。つまり高橋さんがおっしゃった、自分の方に、こっちに来る力を上に上げる力に変えるってことですか。変えるってことなんですかね。このお願いにはどういう意味があるか。なんだろう。特殊な機械を使って私たちの動作を正確に捉えてみます。自然に椅子から立ち上がるとき、うん、頭の動きにご注目ください。まっすぐ立ち上がるかと思いきや、ぐっと前に一旦倒れてから立ち上がるんです。なるなる、人間はなるなる、うん、今度は介護される人の体の動き並べてみましょう。この体勢に持っていっちゃえばいいのか。はい、これを見ていかに今まで縦に上げようとしていたかっていうのが、持ち上げるということをしようとしかしてないですよね。そうですね、してたんですよね。やってました。上げなきゃいけない。前かがみにならないで立ち上がろうとすると大変ですよね。武将者やってますとね、武将者はそのまんま立つんですよ。こうお辞儀して立つと格好悪いんで、確かにこの方がこうね、威厳があって、これだとあごめんなさいみたいな、なんかそんな感じなんですね。本当に楽なのはこうやった方が楽なんですね。普通は私たちがそれをやっていたのに、普通と違う動きをさせようとしてたということがもう分かったんですね。そうなんです。ですからこちらへ寄っていただけますか、うん、と言っておられたのは、うん、介護される人にこれをさせるためのきっかけだった。人間の自然な動き、介護のする方がちょっとこのポイントを知っていただけると、はい、自分の腰が全く楽になり、で介護される方も自然な動きを手伝ってもらってるだけなので負担がかからないと。前の方に体重が介護する側にかかっちゃうと逆に辛いんじゃないかと思うから、はい、ついこっちが寄ってってこれやってたんですよね。その通りです。つまりですね、自然な動きを引き出したので、うんうん、まるで自分から立ってるように見えたんです。不自然さがないから動きに、はい、ここまで感心したんですから、ちょっとあのカズさん、あのやってみません。ちょっと私が介護する側ですね、はい、最初は何もない普通の、はい、ふいばあちゃんご飯だよ、行くよ、はい、危ない、大丈夫、重い、この時に膝と膝を合わせて、はいはい、ここを支点にして、これで膝を支点とすればなお、はい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 、よかった、あ、よかった、全然楽でしょ。全然楽、本当に違う。いやこれ知ってたらもうどんなに介護の時楽だったか。でしょうね、うん、だって今のたったこれだけの動きですけど、朝昼晩のご飯の時、うん、一日何回かのトイレの時、うん、はい、これは痛めますよね、介護する方は。模型で動きをおさらいいたします、はい、はい。みんながみんな同じ動きというわけではありませんが、まず立ち上がるとき、足引いて前かがみになる、そうそうそう、うん、なっててね、言われてみればそうなんです。起き上がりのときは肘をついて上体を支えながら起き上がります、はい、そして寝返りです。
まず膝を立てて、はい、この膝の、はい、方の足の裏で蹴るようにしながら寝返りを打って寝返りを打っております。意外に知らないもんなんだよね。わからないですよね。大事なポイントは、介護されている人にいわば動く準備をしてもらうことで人間の自然な動きを引き出すことができるんです。ほう、やってる。動く準備をするような形をちゃんと取ってあげると自分が相当楽だということですよね。はい、はい、だから相手が全く動けない場合、ね、うん、それから相手に自分で立ち上がるその足の力もない場合、うん、そういう場合でも相手の自然な動きを引き出すという原則は変わります。いいでございますが、ここからは実践編です。はい、放送いたしました中からです。実習コーナーをお届けをいたしますが、今からでもどうぞ録画なさる方は録画なさってください。まずは VTR で椅子からの立ち上がりをご覧いただきましたが、これをさらに詳しく解説いたします。はい、立ち上がりのポイントは膝です。相手の膝を揃え足を引いてもらいます。軽くしゃがみ、相手の膝と自分の膝を合わせます。相手の腕を自分の肩に回します。相手の背中に自分の腕を回し、体を前に傾けてもらいます。膝を支点に自分の重心を後ろへ移動します。相手のお尻が上がったら一緒にゆっくりと立ち上がってください。それでは、実習コーナーご覧ください。どうぞ再び達人にご登場いただきましょう。はい、介護アドバイザーの青山幸寛さんです。よろしくお願いします。では実際に体験に移ります。はい、うん、爽やかなモデルさんには横になっていただきまして、はい、寝返りを指一本で打たせるというのを、はい、よろしくお願いいたします。はい、まずは膝を曲げてもらいます。はい、なるべくかかとをお尻の方に近づけます。はい、痛い場合はそこでやめます。はい、2つ目はできたら手を組んでもらうと。3つ目は頭を上げてもらうと、コンパクトにしていくということなんですね。あとは指一本で回転するだけということになります。さあ、はい、分かってきました。安藤さん、一つ同じようにやっていただきましょう。痛かったら言ってくださいね。じゃあ、はい、まず膝を立てていただきます。そして腕、なるべくあのこういうふうに、ね、持ってもらうような形で、はい、はい、でそして頭を上げてもらい、指一本でいいですね。はい、自分の方に引き寄せてください。そうです。なんかえらい簡単なんですえらい簡単なんですけど、はい、ベッドに寝てる表面をなるべく小さくしていくということです。設置面積を少なくしていく。はい、そうですね。はい、このまんまやるの大変ですもんね。大変ですもんね。やるとどうしてもそうそうですよ、ね、全部の力を使いますので、はいはいはい、足が曲がらない方はあの手を組んで首を上げてっていうだけでもだいぶ違いますか。すね、うん、はい、この3つの中で何ができるんだろうっていうことを考えながらやる。おへそ見てくださいねっていう、ちょっと首を上げてもらうだけで全然楽になります。膝が上がらない場合でも、うん、足をちょっと組んでもらうだけで設置面積が小さくなりますので。なるほど。今度はベッドの上での起き上がりです。ポイントは体を起こす方向です。寝返りができたら相手の右腕を体の前に伸ばしてもらいます。この時手のひらを上にして肘を軽く曲げておきます。かかとはベッドの外に出してもらいます。左手で相手の右肘の位置が下にずれないようにブロックします。この時上から押さえるのではなく横から固定します。そしてここからがポイント。相手が自分の体重を一旦肘に預けられるよう右手で相手の背中を手前に引き上げます。肘に体重が乗ったのを確認してから相手の膝をベッドの外に出します。相手の右の手のひらを下に向けてもらい自分の左手で甲を押さえます。相手の背中をさらに手前に引き上げ相手の体重を
肘から手に移してもらって起き上がらせてください。この時相手に肘を伸ばしてもらうとよりスムーズに起き上がることができます。今度はベッドから車椅子へ移動させるというところ、介護する人が椅子に座ってつま先をしっかり押さえます、深い状態だったら立ちにくいんで、ちょっとお尻を前の方に出してもらう。ガシガシでいいね。そうですね、はい、ゴソゴソしながら、はい、膝を押さえてちょっと立ち上がります。そうですね、一回立たれるんですよね、はい、そして前かがみになってもらい、自分が後ろに座るだけです。お尻をしっかり上げてもらう。これが椅子があるおかげですごく楽なんですね、はい、楽なんです。左の足でちょっと押しながら、はい、ゆっくり座ってもらうと。高橋さんに体験していただきます。介護者が腰が痛いとか、はい、膝が痛い場合は椅子を使うと有効的です、はいはいはい、でもこの椅子コロがついてたら大変ですね。あ、絶対キャスターはないのがいいですね、はい、お尻前ですね、はい、お尻を前に出して指は使わないようにした方がいいですね、はいはい、どうすんの、手のひらで、手のひらで右、そうですそうですそうです、うまいです。あ、うまいうまい、はい、足をちょっと広げておくんです。でそして膝を少しこう支えながら、はいはい、ちょっと自分が立ちます。はい、左手を脇の下から入れてください。そして高橋さんは大きいんで、はい、頭を入れないでちょっと顎で挟むような形にします、うん、はい、はい、膝を押さえておいてください、ね、そして自分が後ろに座るだけです。そうですね、右手で持ち替えて、はい、そして左の足で押しながら、こう押しながら、そうですね、座っていただくと、あ、うまいです。ほー、はい、きついかなと思ったんですけど、全然軽いです。ベッドから車椅子への移動です。ポイントは膝の使い方です。安定した椅子を用意し、車椅子の方に斜めに向けて置きます。相手の膝を揃え足を引いてもらいます。相手の左のつま先をブロックし、自分の右膝の内側で相手の左膝を押さえます。左膝は右膝の外側を押さえます。中腰まで立ち上がります。左手で相手の背中を支えながら、左脇に頭を入れます。右手を相手の左膝の上に置きます。相手の膝を押さえながら椅子に座ります。相手のお尻が上がったら、右手を左膝の裏へ持ち替えて、車椅子の方へ体ごとゆっくりと回転させます。この時自分の左膝で相手の膝を押すようにするとうまく回転できます。相手のお尻が車椅子に確実に乗るようにゆっくりと座らせてください。もう少し足の弱っている方を車椅子に移す、相手の足がほとんどつかない、床についても全然こうダラダラなっちゃう、全く力が入らない方ですね。お腹で両膝をちょっと押さえます。左手を入れますね。そして頭を入れて、右手は右の膝の方に乗せまして、あとは座るだけです。上に上げるんではなくて、後ろに引き、右手でお尻を上げるような感じですね。そして、はい、座ってもらうと。山瀬さん、山瀬さん、浅くちょっと座りましょうか。左手を押さえて、そして膝をちょっと上げながら、うん、お腹でちょっと膝をブロックします。立ちますね、はい、左手をですね、脇の下から入れますね。頭、こっちです、はい、そうですね、そうそうそう。さあ、ここからだ。まずは座るだけです。座る、ただ座るだけですよ、うん、はい、はい、左手で引いて、右手でお尻を上げるような感じです。グッと、胸を持ち上がった。そして、座ってもらうと。おお、持ち上がった。あ、これなんかすごい楽ですよ、はい、足に力が入らない人をベッドから車椅子に移します。ポイントは右腕の使い方です。先ほどと同じように椅子と車椅子をセットします。中腰になり、相手の両膝を抱え上げ、自分のお腹に押し付けます。相手のすねが落ちないように自分の太ももの上に乗せます。左手で相手の背中を支えます。相手の左脇に頭を入れます。
右腕を相手の太ももの下に肘のあたりまで差し入れます。自分の太ももで右腕を下から支えます。右腕をしっかりと固定したら椅子にゆっくりと座り、自分の上半身を起こします。相手のお尻が上がったら車椅子の方へ体ごとゆっくりと回転させます。そして確実に車椅子に座らせてください。もう一つ、はい、ベッドの上で体の位置がずれてしまった時の直し方を、はい、膝が曲げてもらいます。右足を乗せて膝をついてお腹でちょっと膝を押さえます。お尻を少し浮かせてください。上に上げるんではなくて下の方にちょっと押すだけですね。あ、理屈で言うと本当に2点だけなんですね、はい、そうですね、いやそれ以上上は、はい、お尻浮かしてくださいって言ったら皆さん結構受けせられるものなんです、はい、片足だけでももちろんいいですよ。もちろんあの腰を悪くなさってる方とか、はい、どうしてもお尻が浮かない方は仕方がないです。そうですね、はい、はい、ということでございました。本当にもうスムーズで介護されてる方が自分で動いてるように見える技でございました、はい、いろいろ教えていただきましたありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。ここで一つご注意申し上げたいことがあります、はい、ご高齢の方、うん、それから寝たきりなどの方は骨が弱っている恐れがあります。このミラクル技を実際にやってご覧になる前に一度専門家や医師にご相談をしてください。そして痛みがある場合は決して無理をなさらないでください。はい、ということで、まあ、番組中の、中でも教わった方が、お母さんがおっしゃってましたけど、マジックだねっておっしゃってましたけど、本当にね、マジックのように覚えるんですが、人間の自然な動きなんですよね。そうです。ポイントはとにかく自然な動きを介護される側の体にしてもらうことです。そしてもう一つ、はい、介護する人とされる人が自然な動きということに関してちゃんとコミュニケーションを取ること。はい、その自然な動きのコミュニケーションがもし取れなかった原因の一つにはお互いにお互いをやっぱりその思い合って気使っちゃって不自然な動きになってる部分もあったんで ね、 そうですね、その辺りはよく、まあ、確認をし合っていただければより自然な動きができるのではないかということだそうでございます、はい、